私たちもアイドルデビューだよ。どうする、どうする。うるさいわね。いいから寝なさい。睡眠の重要さをなめるんじゃないわよ。魅力が3割ほど落ちるってどこかの大学の研究で出てるみたいなことをラッコが言ってたわよ。エゴが、寝なきゃ。先輩は楽しくなさそうでよくないね。むしろどうしてあんたはそんなに楽しそうなのよ。どうしてそんなにもポジティブでいられるのか。憧れだから。トルオタになってから毎日が楽しくて、胸の中が好きって気持ちで満たされて。でね、そん時ある人に出会って。ある人？うん、初恋の人。あら、甘酸っぱい。先生、今どこにいるんだろう。きっとまだドルオタやってるだろうし。いいわね、あんたには推してくれる人がいてくれて。